反乱軍は義伊達連合軍を破り彼らを仲間とした。これにより織田軍に加担する勢力は絞られる。呉の孫権の勢力と義軍の一部である。反乱軍と織田軍の戦力はほぼ互角となったが、依然として織田信長の真意はつかめなかった。背後にいる者の正体も見えぬままである。そんな中、孫権はさらに信長の力を削ぐため父孫権の説得を試みる。だが無情なる親子の戦いは目前に迫っていた。世界の危機、そしてゼウスとやらの策略か。お前たちの言い分は分かった。では父上。だが俺はすでに信長と盟約を結んでいる。孫家の長としてこれをたやすく保護にすることはできぬ。しかしこのような時に家族で争っている場合ではありません。そう思うのならば、ケン、お前がこちらに下ればいい。そうできぬだけの信念を持っているならば、たとえ親兄弟であろうと牙を向け。父上。わかりました。虎の子として武を持ってあなたを説得してみせましょう。ふん。やってみるがいい。リクソン、戦となれば君が指揮を取るのだろう。成長を楽しみにしているぞ。周遊殿、承知しました。陸白玄、全力で参ります。無駄に争いを長引かせたくない。私が迅速に父上を倒そう。トン、わかりました。いや、全軍進軍を援護してください。孫権様、私もお供いたします。ありがとう天使。お前はいつも私の心に寄り添ってくれる。主前だ。前線はお任せします。敵軍を引きつけておいてください。分かった、俺たちに任せてくれ。なぜ孫権殿は信長と組んだのか、その名が明らかにされるまで耐えん。孫権様に会いたいのか。私を倒してください。戦いたくはないが仕方ない。孫権様、止まって。それ以上進んじゃダメ。共に行かん。いや、悪いが、ここは通してもらう。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。周遊様のためだもん。ここは通さないから。私も引くわけには参りません。孫権様のため道を開けてもらいます。怖いけど引けません。だって孫作様のためだから。それは私も同じです。大切な人のため戦わなければ。やられちゃった。でも僕には勝てたみたい。孫作様、孫権様、ごめんなさい。父上、軍をお引きください。ケン、その話はもう終わったはずだ。父を引かせたくば力ずくで来い。どうした、剣、この程度で俺は倒せんぞ。やはり父上はお強い。親父、あとは任せてくれ。ここは俺がいれば十分だ。おう、策か。そうだな、
剣の刃にはまだ迷いがある。やはり兄上の軍が控えていたか。殿、一度お下がりください。例の手を使います。分かった、頼むぞ陸曹。敵軍の分断は成功したぞ孫策。よっしゃ、このまま押し潰す。素晴らしき活躍よ。お前が味方にあることを幸運に思うぞ。策の練り直しだ。よし、増援部隊を投入せよ。増援はこれだけではない。果たして耐えられるかな。総員、ひるまずを射せ。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。それが違う。本当に勉強になります。全力で行く。私が負けただと。第二陣、出陣せよ。てめえ、俺も前線に出たぜ。ダメだ孫策、君は待機していてくれ。お前の活躍は俺の心に火をつける。ああ、負けていられないな。よし、このまま畳みかける。僕の手はまだなのか。まだです。もう少し耐えてください。よし、本陣を叩け。リクソンのやつ、動かねえな。シュー、伏兵とかあるんじゃねえか。リクソンは才能豊かな若者、気を緩めるわけにはいかんな。待たせたな、親子揃って援護に来てやったぜ。大使主義、孫権殿の指揮のもと大井作戦に参加する。間に合いましたか。敵に気づかれないよう囲んでくれましたね。なるほど、剣は苦戦を装っていたのか。援軍の動きから我らの目をそらすために。剣兄様のこと甘く見すぎたみたいね。何か成長しているものだな。やめんね。この父も必死の覚悟で戦わねばなるまい。影も遠い。よし、やん。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。お前の活躍が俺の心に火をつける。ああ、負けていられないな。お前こそ真の三国武将だ。俺は孫権の相手をする。お前は奴の娘を頼むぜ。わかりました、お父様。影も共に。よし、私の力をもらえてれば。みんな、よく耐えてくれた。今度は我らが攻める番だ。はい、参りましょう、孫権様。大主人、お前も共に兄上のところへ行くか。はっ、喜んでお供しましょう。父様は戦う理由があるよ。だから、剣兄様、本気で行くわよ。分かっている。正々堂々勝負しよう。姫様、申し訳ございません。刃を向ける無礼、お許しください。正直私はワクワクしてるんだ。一度本気の練習と戦ってみたかったから。あなたには同情するわ。家族同士で戦うことになってしまう。そうね。でも私は悲しくないの。家族だからこそまた同じ道を歩けると思うから。家族を信頼しているのね。戦う前にその言葉を聞けてよかった。いつもながら
鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。影も共に。よっしゃ。よく前線を支えてくれました。さすがは主膳殿です。ああ見たかリクさん、俺は家系だけの男じゃない。影は無表。悔しい、覚えてなさいよ。久しぶりだな、宇治安。お前は信長の考えを理解してると思ったが。ああ、その上でこっちに着いた。あとは一度てめえと本気でやりたいと思ってな。そういうことなら受けて立とう。虎と獅子、最後に勝つのはどちらかな。勝者とまみえるは誉れ。来い。仕方あるまい。さらば。共に奪う。お前の活躍が俺の心に火をつける。ああ、負けていられないな。父上。それが仕事だ。やっとたどり着けました。成長したな。もはや言葉は不要だ。かかってこい。孫文代を打ち負かすとは見事なものだ。立派に成長したな、剣。この戦、俺の負けだ。約束通り、お前たちに従おう。ケン兄様、かっこよかったわよ。ケン、大獅子、お前らと戦えて楽しかったぜ。ありがとうございます。ですが、この勝利は皆のおかげ。中でも、リクソンと宇治安殿の尽力があってこそです。うん、リクソン、君の成長には驚かされたぞ。いえ、宇治安殿が間に合わなければ危ないところでした。すまねえな、虎と戦えると思ったら浮かれてついめかし込んじまった。宇治安は相変わらずだな。俺も一度本気で戦いたいと思っていた。願いが果たせて嬉しいぞ。父上、ところで信長の狙いは何かご存知ですか。俺の口からは言え。だが信長には信念がある。俺は戦いを通じて奴の覚悟を感じ、力を貸すことを決めた。信長のやり方が気に入らぬのなら納得いくまでぶつかり合うがいい。真意が知りたいなら何度でも本人に問いかけよう。それ以上は教えていただけないのですね。わかりました。ならば私たちは信長に挑み続けましょう。納得いくまで何度でも。